二人セゾンは、日本の女性アイドルグループ、ケヤキザカ46の3枚目のシングル曲。2016年11月30日に、ソニーレコーズから発売。作詞は、秋元康。作曲は、スイカアック、ノズオム、エス。楽曲のセンターポジションは、平手ゆりーなが務めた。DVD 付属のタイプ ABC、CD のみの通常版の4形態で発売。 兄弟曲、二人セゾンは、発売に先駆け、2016年11月12日に、ケヤキザカ46こちら有楽町、星空放送局でラジオ初放送。歌詞は大切なものと、過ぎ去っていく時の中を、共に生きていることを、季節になずらえている。セゾンはフランス語で季節を意味する。ダンスは、クラシックバレー、モダンバレー、コンテンポラリーダンスを融合し、 バレエ調の舞踏的表現を用いて仲間と心を通わせ全身で呼吸しながら実存と向き合い時代を生きようとする彼女たちの生命を表現している。iTunes Store Apple Music でのみ全曲を収録したスペシャルエディションとして配信されている。プロモーションとして音源解禁前に一部の中学、高等学校で兄弟曲二人セゾンが校内放送された。 その後、発売を記念して、ツタヤで、小池南、佐藤しおり、次第香、菅井ゆか、森谷あかねが、表紙の別冊、ツタヤオニアイドルが配布され、購入者に、ツタヤレコーズ、ケヤキシッ46カレンダーカード1枚が、プレゼントされた。京都市営地下鉄では、ケヤキシッ46とコトキンライナーのコラボポスターが2016年11月21日から、 掲示された。同ポスターは、ケヤキシッ46メンバー全32人分の直筆サイン入りで、2016年12月1日から2017年1月31日まで、京都市へ地下鉄が管轄する31駅に、2017年2月25日から26日まで球場駅に、掲示された。ジャケット写真は、兄弟曲、二人、セゾンの歌詞に登場する。 光をもとに、タイプ A、タイプ B、タイプ C、通常版という流れで構成されている。タイプ A で平手ユリナが光をつかみ、タイプ B でその光の中を少女たちが舞うことにより、タイプ C で光に照らされ、通常版で影の実態が明らかになった少女たちが、外の世界へと駆け抜けていく姿がある。ジャケット写真は倉庫スタジオで撮影された。 アートディレクターは、米沢淳、撮影は、新藤剛が担当した。本作は2016年11月29日付の、オリコンデイリーシーリーシングルランキングで推定売り上げ35 353,640枚を記録し、デイリー1位を獲得した。その後、2016年12月12日付の、ビルボードジャパンホット100で総合ポイント61,421点。 ビルボードジャパントップシングルスセールズで推定売り上げ508,479枚、オリコン週間 CD シングルランキングで推定売り上げ4三2 3 2 2枚を記録し、週間1位を獲得した。サウンドスキャンジャパンによれば、2016年11月28日から2016年11月30日までの3日間で462,955枚を、 売り上げた。オリコン週刊 CD シングルランキングにおける週刊1位獲得数は、ファーストシングル、サイレントマジョリティから3作連続で、通算3作目、初週売り上げは、セカンドシングル、世界には愛しかないの推定累積売り上げ約39万2000枚を上回り、自己最高記録を更新した。2016年12月度のオリコン月刊 CD、 シングルランキングでは推定売り上げ508,855枚を記録し月間1位を獲得年間推定売り上げは467,845枚を記録した2016年12月日本レコード協会からダブルプラチナ作品としてゴールドディスク認定された選抜メンバーは前作同様 漢字ケア危険人の長浜ネルを含む21人7.77のフォーメーションで構成されている。センターは平手ゆりなでデビューシングルサイレントマジョリティ以降3作品連続となる単独センターを務める。センター、平手ゆりな誰よりも高く飛べに関するカテゴリー大人は信じてくれないに関するカテゴリーありがとうございます。